はい、ゆめたチャンネルです。ね、ゆずり派のね、将来を考えて、障害者の居場所ということで、誰でも交流ね、障害者が誰でも交流できる場所、それを作ったことはすごく素晴らしいと思います。でね、ゆずり派がね、将来ね、どういうふうに進んでいくか、そういうのを話し合ったと思います。このままね、自分たちでやっていくかね、まあ資金面で大変ですけど自分たちでやっていくかね、継続、後を継いでくれる方とかね、見つけないといけないし、でまた、お金的にはね、公的なお金が入ったら、まあお金的にはそう心配しなくても、まあ、できるかなというところでね、公的なお金入れたらまたなんか縛りとかがねあったり、書類上なんかややこしいことが発生するんじゃないかなと思うんですけどね。あと、マリア先生がね言ってた、もうこういう居場所、を作るんじゃなくてね、町にあるお店に頼んで障害者でもくつろげるようにもうお願いして回るね。でそうして障害者がそこでゆっくりコーヒー飲んだりくつろいだりするね。これも確かにねいいんですけどね、それがいつなるかとかね、頼んで受け入れてくれるかというのがまたね課題あるんで、まあ今のままね僕は運営するのが一番いいと思うんですけどね、その代わり今のままだったら収益がねないんで、人が集まったら多分今のままでも大丈夫と思うんですけどね。まあそのためにはね、ゆずり派にお客さんがね、障害者も一般の人も来てもらわなくてはいけないんで、そうなるとねやっぱり情報発信ね、ここにゆずり派がありますよ、で障害者の人も一般の健常者もみんな来てくださいねってね、情報発信して来てもらえるようなお店作りとかね、そういうのをやっていったら多分いけると思うんですけどね、今のままでもね。そのためにはねやっぱりみんなに知ってもらうね、それが大切だと思います。ゆめたチャンネルはね、これからも応援していきますんで、また仲良くしていってくださいね。こんな感じで総括したんですけど、まあこれは僕個人のね、考えなんで、まあ参考にしなくても大丈夫です。ではゆめたチャンネル、これからも頑張りますんでよろしくお願いします。じゃあ次回の動画で会いましょう。バイバーイ。